ちは、カジカフェの皿洗いマスター、カジアキラでございます。皆さんお久しぶりです。2004年のですね、ルヴァンカップの思い出はですね、まあ10人で前半から戦って、粘って、最後まで 0-0 で PK ってなってね、最後、PK5 人目決めたの覚えてますね。まああれは本当に僕の、一人舞台だったのかなと思います。歴史に名を刻めたなっていう瞬間だったと思います。僕自身もとっても、チームにとっても、初タイトルで皆さんとファン、サポーターの人とも一丸となって、喜べた試合になったと思います。今回も、チーム、スタッフ、フロントもそうですけども一丸となって、それ以上に、ファン、サポーターの方々の応援が必要になってくると思います。今年はコロナ禍ということで非常に応援するスタイルも多分変わってくると思いますけども、皆さんで応援して最後は喜び合えるように、みんなで応援しましょう。俺たちの国立で勝つぞ。